レバチを刺していきましたね。刺していく。これ一撃痛い。しかし思い切って出していくマチャボ。もう見てからか。素晴らしい判断。この後のセットプレイ。繋いでくる。出し目。さあこれ読んでいた。コマンド投げの光にウルトン叩き込む。よく飛びましたね今。しかもちゃんとウルコを入れてきたのがすごいですね。ですね、はい、この辺きちんとやはりスト方にアジャストしてきている。マチャボさあセビッタが2発目が待っていた。うわさあまだ分からない。投げて、おお逆投げていったのは猫舌。さああのコマンド投げは投げ無敵がついてますので、はい、しかも今投げを逆に読んだんですよね。なるほど、1点読み。この辺すごいですね、今のは読みの鋭さ、さすがの猫舌。さあ、お互い差し込み、地上戦からどう近づいていくか。お互い、主力技を食らわないようにまず前取りしていく。離れて、画面足逃げていった。変化刺さって置きこパンが入りましたね、はい、さあじりじりとして、さあこうなったらもうフェイロンは無理する人ないのでですね、はいはい、ここは体力の低いネコシャベルが前に出なくてはならない。しかし出るとするとここに引っかかってしまう。おっとこれ蹴りが当たる。さあワンチャン掴んでいきますね。今のはだいぶ思い切った蹴りだったんですけど、ですね、はい、あこれで体力追いつくか。しかしまだ届かない。しゃがみ大キックでキャンセルしてなかったですからね。だいぶ相手の出方を待ってます。いやー2発目。しかしここは先にとどめを刺したとですね。さあ EX レッカ2連続で何か危険な匂いを感じたんじゃないのかね。マチャボも返していく。しかしネコシカーベルはゲージが満タン。これセルキャン使ってコーンも決めていく。さらに裏回りからネットプレイ。今のバック下がりでしたね。キッカッ、はい、お前だピオールセルさんダムライパンチサイホール。さあ大幅体力リード。おお割り込む。これはエビニーをシンと仕込んである。さあこれで分からなくなってきた。おま投げ EXN 大逆転。さあマチャボーがタックが太いですね。いやすごいですね。すごいですね。あのお互いバックステガリ、まあ、最初は猫舌アベルの方がコパン仕込みのバックステガリをしてです、ね、はい、その次はマチャボフェイロンがやり返す小足に仕込んで、で最後はガードすると読んだと、はい、いうところですから。さあ猫舌が得意のじゃんけんで負けてますからね。ですね、はい、マチャボフェイロン、これはもう相当仕上がっていると、仕上がりつつあると言っていいんではないでしょうか。さあ刻んでからの投げは抜けづらい上に次は支援ですからね。ですね、相当高そうや。徐々に体力が削られていく。出し切るが、これは見ていた。うわっ削り切れない。あと反撃がちょっと見せてしまった。さあ追い込められた。寝越した。マチャボはマッチポイント。仕込みきちんと差し込み返していく。うまいですね。しゃがみ中バット出させて歩いてコパンしましたからね。すごいですね、はい、相当相手の武器見えてます。 EX レッグで逃げて蹴り当てる。あ怖い怖い、この地上戦。いやーっと、ジャンプが噛み合う。垂直ジャンプが置いてあった。
見ているわ。大パスカットとこ見ていく。おーおお。さあどうする猫下。追い詰められた。いやー、しっかり見てますね。削り切ったー。さあ勝ったのはマチャモフェイの2試合連続勝利、おめでとうございます。技の置き方と、あとレバーでチューキックとっさに打たれて